月一番の当たり。これなんでこんな当たるんだった？これが、この後の天気予報です。はい。関東地方に影響だった低気圧が東に進みまして、今日は高気圧に全国的に覆われてますので、よく晴れたと、晴れたということで、日射もありますので、各地気温が上がったということなんですね、でこの低気圧に向かって、暖かい空気も入ったということで、気温が上がったんですが、実はこの低気圧が今夜になりますと北海道に進みます。あ、この低気圧が今度いよいよ日本列島降りてくるんですか？そうなんです、でこの低気圧が通過するタイミングで、日本海側の地方では雨または雪、変わり目を伴うところがあるんですね。見てみましょうか。そしてこの後なんですが、うわー、等圧線がブワーッといわゆる夕方が強まっている頃ということなんですね。これだけで寒くなりそうですね。で上空の今日乗せてみますと、あの雪を目安という感じが日本列島ですね、もう降ってしまうんですね。どこで降ってもおかしくない。はい、さらに上空の大雪の目安の雪が、はい、あのこれ近畿地方、そうです、これですか？これです、近畿のこれ、はい、おお、大雪の目安となる雪、はい、はい、この辺り、四国あたりも大雪の可能性あるってことですか？あの降るものがあれば大雪の可能性があるんですね、はい、それが冬型となりますので、